英国製ルビーダイヤリングビルマさんの美しいルビーを生かしたリングです今窓際で撮影していますが日光が当たり少しルビーがピンク色がかって見えますこれはビルマ産ルビーの特徴で コラムの原子が多いため、紫外線に発色して、少しピンク色が上がって見えます。実際にはもう少し赤みの強いルビーです。その紫外線発色というのは、ここに紫外線ライトはありますが、これを当てるとわかります。 暗い中で当てるとルビーが発色しているのがわかるかと思います。こんな感じですね。これはタイやスリランカのルビーでは起きない現象でコラムの量の多い ビルマさんルビーならではの紫外線発色ですそうした美しいルビーを生かすため通常の1900年前後のリングとは異なったデザインになっています1900年前後にはこうしたマーキース型のフェイスに石を3つ並べるかもしくは5つ並べるデザインが流行ったのですがこちらのリングは石が美しかったために フェースにルビーを中央に入れて、ショルダーの部分にはまた,独立,されたか独立した形でルビーを入れています。それにより一つ一つの石が生きるデザインになっています。フェースの側面を見ても爪止めの透かしがすごく美しいですね。 シャンクの内側には刻印が入っていて、イギリスのハイカラットゴールドを示す王冠、それと18金の純度を示していますね。で、横にちょっと半分欠けてしまっている刻印ですが、チェスターの町の刻印ですね。麦を束ねた刻印です。その横に、少し見にくいですが、 アルファベットの9が入っています。これはデイマーク、制作年を表していますね。9も少し判別が難しかったですが、20倍のループで見ると分かりました。で、その横に、えー、と数字が打たれてますね。これもちょっと判別は難しいですおそらく商品番号だと思います。 えとこれによってイギリス製の18金でチェスターで登録され1899年に作られたものということが判別できます実際に指にはめても石がすごく生きるデザインで美しいですなかなかここまで綺麗なルビーは 現代ででは本当に少少なななく、アンティークでもかなりいいと思います。石を生かしたデザインのリングなかなか珍しいものだと思いますダイヤはオールドエロピアンカットのダイヤが使われており輝きがルビーを生かしています ぜひこの機会にご検討ください。